お前ら、お前ら、はあ、なんだこの入り、片切り入り、固定派女優じゃねか、何言ってんだよ。お前だよお前、スマホや PC の前のお前、競馬に作りのことを逆進逆進って罵っているお前、お前よ、何やってんだよ。はあ、お前は統合失調症か、しがってんのか。お前さっ玉杯の結果見たのか。レモンポップが早い流れを制して着差はないけど圧勝。おいお前だよ、画面の前のお前だよ、競馬ゆっくりのことを散々逆進って言いやがって。見たかこの野郎、これが競馬ゆっくりの本命ぞ。ケイルさん、レモンポップは単勝 1.2 倍の断然人気で、その本命指名でそんなでかい顔するのはどうかと思うんですが。うるせえうるせえ、東京ダービー以来の素晴らしい的中なんだ。競馬ゆっくりにもこんな予想あるんだっていうレースなんだ。ポジハメ君、横浜にもこんな選手がいるんだ。競馬ゆっくりにもこんな獅子馬がいるんだ。いないんだ。あのさ、ケイル君さ、確かに本命はレモンポップだったけど、対抗はタガノビューティー、ターンアナシャマルだったよね。で、サキタマハイはレモンポップの独壇場屋に、三着を当ててワイドを実質生まれんでバチバチコリコリ浦和の小回り毎度ありとか言ってただろ。はぁ、やめろやめろ、本命レモンポップはバチバチコリコリ浦和の小回り毎度ありだったろ。うるせえ、競馬ゆっくりは副賞タガノビューティー、それとシャマルとのワイドで、フォーメーションで頭レモンポップのタガノビューティーとシャマルの3連単。計4点の馬券。バチコリ浦和の小回り毎度なし？全部外れてんじゃねえか、この逆進がよ。悲しい。悲しい。どうして？どうして？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の先玉杯の開講をやっていくけど、ケイユ君さ、実質先玉杯は JRA 勢の5頭とイグナイターを合わせた6頭立てとか言ってたじゃん。それは当ててんのになんで馬券外すのかな。いやいや、これには深い理由があるのよね。競馬ゆっくりが考察した展開は合ってたんだけど、もう少し馬場が乾いていれば。またまた言い訳ですか。懲りませんねー。きちんと外れたレースも回顧して明日に生かすんや。そうしていつか競馬ゆっくりは神と崇められ、動画を上げたらありがとうって言われる YouTuber になるんや。基本競馬ゆっくり視聴者は動画上げたらお礼言ってくれる民度高い集団だぞ。ただ一つ、お前の理想と違うのは、お前が神は神でも逆進なだけでよ。悲しい。悲しい。競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース回顧、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるので、ぜひお願いします。ってことで、先玉杯の開講をやっていくけど、30度を超える陽気でさんさんと晴れた割には馬場の回復が間に合わなかったわね。浦和競馬場は水はけが良くないらしいけど、重までしか回復しなかったわね。前日がえらい雨だったからね。浦和競馬場は大雨で開催を取りやめちゃったし。だからさ、水を含んだダートコース、足抜きのいいスピードの出やすい馬場、ってことで一体一体の競馬になっちゃったわね。まあ、そこら辺は競馬ゆっくりもわかっていたけど、あえて外枠の追い込み馬、タガノビューティーを対抗にして実質の予想の軸にしたわけだけど、結局水を含んだダートだし、浦和競馬場は直線が200メートルしかない一周線200メートルの超小回りコース。そうなると内枠がどうしても有利になるから、先行客室の馬やそうじゃない馬も1コーナーに全速力で殺到するわけよ。そうするといくらコーナーを4回も回るコースで要所要所で減速できたとしても、相当エンジン吹かさなきゃいけないから、結果前が垂れて、タガノビューティーのバチコリ差し切りにゲットゲーがあるかなって思ったわけよ。でも、そうはならなかったと。馬場が量だったり、もう少しスピードを殺してくれてパワーが必要な馬場だったら、先行勢ももう少し足が鈍ったんだろうと思うんだけど、石橋周、確かに先行した地方馬を警戒してコーナーを外に回したのは悪くないけど、勝ちに行くなら小回りなんだからもう少し工夫して欲しかったな。おお、展開的にも芝みたいな先行争いで1ハロンメが 11.9 秒で2ハロンメが 11.4 秒。コーナーに入っても3ハロンメ 11.5 秒という超速のペース。
やはりダート短距離の一流馬がこの小回りコースに揃うとこんなペースになっちゃうわね。そこから 12.3 秒のラップを挟んで上がり、サンハロンのラップは 12.0 秒、13.0 秒、14.6 秒と平坦の浦和だけどとんでもない逆噴射。これは相当なサバイバルレース。着差はなかったけどレモンポップの強さはとてつもないものがあるわね。最初のサンハロンが超速で、あとは我慢比べ。中央の競馬場や大井みたいな大箱の競馬場では見られないとんでもないレースね。上がりはレモンポップが 39.6 秒、2着のイグナイターが 39.4 秒、3着のシャマルが 39.7 秒とみんながみんな足が上がっているドタバタの競馬。ある意味運要素はあるし、こんな競馬で G1 をやってほしくはないけど、ここでしか見れないレースであるとも思うわね。おお、まさかの競馬ゆっくりが肯定的な意見を出すとは。だってさあ、サヨノグローリーが上がり 39.0 秒で3位で、ティーズダンクの上がりが 38.9 秒で2位なんだよ。こういう重賞なんて普通中央馬が上がり上位を独占するけど、それくらいトラックバイアスがひどいから前半からのガチ勝負が見れたわけで、1年に何回も見たくはないけど1年に1回こういうもんだよねっていう心構えで見る分には結構スリリングだし面白いと思うわね。馬券外したけど悲しい悲しい。しかし今回一番感動したのは最下位のアランバローズね。この馬ノーマークだったんだけど、全日本2歳優秀勝ちの解放前の東京ダービーの勝ち馬。この馬が1枠1番と点の速さを生かして先頭に立って、シャマル終了のお知らせが1コーナーでアナウンスされたわけだけど、いやー、いいもん見せてもらったよ。確かに最下位だけど、日本有数のダートスプリントの暴走族が集まったレースで1コーナーでポールポジション取るなんてね。地方の意地を感じたわね。おお、それに鞍上の三日元のスタート直後の追い方。あれは相当腕がないとできないんじゃないかしらね。安定した膝が必要な追い方だし、モンキー一辺倒の中央の機種とは違う技術。ぜひ中央でもたくさん乗ってほしい機種ね。この三日元の騎乗もあって1コーナーのポールポジションを取れたアランバローズはすごかったわね。シャマルを潰してくれたけど、悲しい。悲しい。一着のレモンポップはこのポールポジションの争いを外から並んでねじ伏せての実質逃げ切りという強い競馬。この馬のすごいところは一息で行けるギリギリの距離のマイルを超えて、1800メートルのチャンピオンズカップでも勝っているところ、そういうためた逃げもできるというのに、先玉杯みたいなぶっ放した逃げでも勝つことができるのは馬がとんでもない証拠。今回着差こそないけど、圧勝ね。おお、秋はアメリカ遠征という噂もあるけど、この馬の場合は日本で見せているパフォーマンスと海外のドバイゴールデンシャヒーンやサウジカップの凡走を比べると馬の問題じゃなくて調教師の田中博康の問題っぽいんだよねー。確かに。この人レイベンスティールの香港バーズではモレイラから怒りのコメントの馬が仕上がってない発言をもらってたしね。だから、田中区厩舎でずっと行くなら日本でいい気はするけどね。海外目指すならそれこそやはり厩舎とか海外ノウハウがあるところでの方がいいだろうし、レモンポップが国内だけに収まらない実力を持っているからこその問題ね。ケイタ、戸崎ケイタ、お前なんでレモンポップ手放したんだよ。なお、レモンポップを手放す原因になったドライスタウトを手放す原因になったオメガギネスもケイタは手放した模様。一体どうなってんだよケイター。二着のイグナイターは軽視してたわね。これは恐れ入ったわね。フェブラリーステークスを物差しにして上位陣とは差があると踏んだけど、こういう小回りの地方っぽい競馬場だと走る、しかも地獄のポールポジション争いをしてレモンポップとシャマルより早い上がり 39.4 秒。これは一回の地方馬であるという認識を捨てないとダメね。さすが JBC スプリント馬。大井の白砂の影響で一体一体になったフロックだと思っていたんだけど、実力は本物ね。この馬は前の争いはしたけど少し抑えたのが最後の伸びにつながったわね。アランバローズとバスラットレオンもポールポジション争いに参加してかなり早くなったし、そういう意味では鞍上の笹川翼の判断も良かったわね。おお、
3着のシャマルは今回もう少し雨が続けば、願わくば不良馬場でやりたかった感じね。アランバローズの1枠1番の強烈な逃げで潰されちゃったし、展開に泣いたけどよく3着に残ったわ。この馬は水を含まないダートになるとちょっとわかんないとこあるけど、馬場が速いダートを逃げて押し切るのであれば今後も出番がありそうだし、小回りはこの馬も得意だと思うわね。おお、この馬はもう雨が降ったら全力外でいいし、今回は展開に泣いただけ。今後は明るいんじゃないかしらね。4着のタガノビューティー。競馬ゆっくりの夢は崩壊したけど、まあ朝からスト1ハロン 14.6 秒で届かないとは。いや、タガノビューティーさんは上がり 38.4 秒とめちゃくちゃ足は使ってくれてるんだけどね。展開もバッチリハマってるんだけど、どうも小回りでスピードがうまく乗らなかったわね。そのリスク承知で買ってるけどさ、もう少し進路ってものだなぁ。シュー、石橋シュー、悲しい悲しい。終始外だったからね。まあ乗り慣れてる競馬場じゃないし、ここまで視線で乗ってるし、中央だと追っていう競馬視点だけどなぁ。重賞が遠い遠い。シュー、お前そろそろこの馬に乗り続けられるか危機感持った方がいいぞ。危機感常時、競馬ゆっくりあいつ大嫌いだけどね。は？これで主だった馬を解雇していったけど、気になる馬はいるの？7着のバスラットレオンは先行争いして、外回った割にはあんまり負けてないかな。この馬どこで勝つの？って疑問もあるけど、展開が向いたどこかで勝ちそうだし、こういう一口の馬は持ってたら楽しそうだよね。羨ましいなぁ。競馬ゆっくりのエクラメテオール君と交換しないかい？は？11着のサンライズホークはちょっと能力的には1枚2枚落ちる馬だと思っていたし、この馬は馬場が渋った超高速の先行争いのサバイバル戦のペースよりは両馬場できちんと時計のかかるダートで再度見てみたいし、ここを負けたのは適正以上に実力だとは思うけど、こういう重賞はたくさんあるからメンバーが薄くなったこういう重賞なら先行して主役を張れると思うわね。今回はレモンポップという相手が悪すぎたわ。おお、以上で2024年の先玉杯の開口終わっていくけど、レモンポップは強かったけど、2着のイグナイターと最下位のアランバローズのポールポジション取りに地方のレベルの高さを見たわね。競馬ゆっくりは三日元の技術の高さに驚いたわね。本当に地方でいい馬やいい騎手がたくさんいるんだから、厩務員、調教師、調教助手、あらゆる人たちがもっと団体に縛られずに腕の評価だけでのし上がれる構造を作ってほしいわね。多分もっともっと上手い地方の騎手はいるんだろうし、抜本的なダート路線の改革を謳うなら JRA と NAR の統合、中央競馬と地方競馬の統合も競馬ゆっくりが生きているうちに見てみたいわねー。おお、クソジジイ長生きしろよ。でも競馬ファンとしては日本馬の BC クラシック制覇や凱旋門賞、A ダービーなんかの制覇を見てみたいからねー。心待ちにして死んでいった競馬ファンや関係者もいるわけだし、本当に見たいけど、それはレースだから運次第。でも中央と地方の垣根は人間がどうにかしようと思えばできるはずなんだよなー。これだけは見てから死にたいものねー。珍しくいいことを言う競馬ゆっくりで草ですよ。は？いつもは競馬ゆっくり、適当なこと言ってるってこと？にっこり。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。